はい、皆さんこんにちは、モロトです。キングダムズリボーン続きをねやっていきましょうか。現在はもう7年目ですね、我々も。うん、60人ということで春の終わりですね。ちょっと外を見ていきましょうか。我々はね60人という規模ですけど、他の文明はどうなのかな。上にありますね、結構大きそうだ。レベルは3ということで、やっぱりね立地条件が、環境がねいいですね。我々よりも文明が発展しているんですが、人口の情報が出てこない。そして周辺のねこれどんぐらい発展しているのかがわからないですね。まさかこれだけで成り立っている国ではないと思うんですけど、うん。アップデート前はね全てが分かったんですけど、こっちもそうですね。レベル3で中身がわからない、国の名前だけだ。あれあれあれ、そういうことなのか。こちらはでかいぞ。あれ、こちらわかるぞうん、やっぱりちゃんとわかるんですね。こちらね人口が71人で、レベルですけども2で、我々と一緒か。結構我々とね拮抗しているような文明ですと。いい広がりをしてますよね。なかなか砂漠はやっぱりきついんだなということがね今回改めてわかりますね。その他にもレベル3が向こうにいますよね。下の方にもレベル3がいるか。うん、こっち側にもレベル3がいるのね。そしてここを68、我々と同じぐらいのサイズだよということですね。まあ順調かな。一応国土としては一番広いんですかね。どうしようもなく広げなければいけない事情があったんですけど、まあ引き続きねやっていきましょうか。ということで一番最初やるのはねいつも通り交易ですね。それで革を売って、あとはね羊毛も売っておこうかね。よいしょっと、こんな感じ。240ですね。ゲットできるお金というのは1341か。一気にね裕福になりましたけどこんなにね裕福になったので、なんかね施設を建てていきましょうか。石炭がねここにありますよね。そして下にあるのは前回作ったね石の工房、つまり我々はね石が今後ね必要になってくると、継続的に。ということで採掘場を作らなければいけないのかもしれない。ここにあるのはね鉄のね鉱山ですね。採掘場はどうだろう、ここで石が取れるのでここにね設置していきましょうか。採掘場はどこにあるかなというと、これですね。はい。そしたらば、ここにパコンと設置していって、ぜひね、早めに作ってほしいよということで、星マークにしておきましょうか。それ以外、アップグレード、これしといた方がいいですね。生産力がアップします。20% か。かなりいいね。よいしょと。これで 150% で石炭を取っていくぞということか。一応ね今年の冬もねバッタバッタ死ぬのを避けるためには石炭をね3回ぐらいねゲットしたえた方がいいのかもしれないですね。なおかつスピードアップも必要そうだ。それ以外ですけど、我々はねお金があるので、ここオアシスをねゲットしておきましょうか。影響力ポイントを使って早速ゲットしとこう。そしたらばここでね果樹のね採集を行いつつ、狩りの小屋をね設置していこうかなと思います。狩りの小屋なんですけど、ここにね以前ね設置計画があったんですが、これをね解除してカードに戻しておきます。そして改めて採集場ですね、これをゲットしといて、ここにね配置する感じで進めていこうか。ギリギリのラインに配置しますよね。そしてこれもね隣に配置するとボーナスがねつくんで、ぜひそうやっておきたいですね。よいしょと、道をつなげると、うん、なかなかいいんではないでしょうか。少しスピードアップしといた方がいいかな。あとはですね、我々石がちゃんと溜まったらばと思ったら、ちょっと研究がね完了したんで見ていきましょうか。今何やってるかっていうとね、ここでね陶芸ゲット、次はね家具ゲットしましょうか。引き続きビールのね醸造所をゲットしておこう。あとはね中世になる条件としてレベル2の住宅がね10個必要だと言っているな。レベル2の住宅を作るには、いわゆるね高級品ティア1が必要なんですね。このティア1のアイテムは何かっていうと、ビールもしくはタイマもしくは家具もしくは陶器もしくはチューリップなんですよね。だから多分なんだけど、陶器ね簡単に作れると思うんで、陶器のね工房今まさにゲットしておきましたが、
これをね、どっかに設置する必要がある。人口がね、多い方がいいと思うんで、そうだな、ここら辺にあるね、ここら辺にコツンとやっておきましょうか。攻撃、早速できるのでやっておこうか。何をやるかというと、さっき言った通りね、石炭をちょっと買い占めておきましょうかね。結構量持っとけば、今年の冬はね、楽だよということで、240ね、まさにマックス買っておきました。そして引き続き、皮とかをゲットしてもらおうと思うんだけど、よく見るとさ、これ見て、まあ、なんか取り散らかしてるんだけどね、動物の乱獲が始まっております。全然取り切れてない。取ってくる人口っていうのはね、まさにもう足りない状態なんだよな。もったいないね。腐らなきゃいいんだけど、これ腐っちゃうのかな、どうなんでしょうね。うん、さあさあさあ、引き続き我々はそういう意味だと人口を増やしていきたいよね。あんまり施設ばっか建てていくのもどうなのかと思うんだが、人口を増やすためには移民管理局いずれ必要だよね。だからこれをね、ここにコツンと設置しておきましょう。スピードアップするね。スピードアップして早めにね、建ててもらいましょうか。多分周辺にいろんな人がいるからね、すぐ建てられると思うんだけど、粘土もね、たくさんあるし。それでは交易改めてやっていきましょう。川が大量にあるんで売っておこうか。これだけでね、お金ゲットできます。1300ゴールドぐらいね、一気にゲットしておきました。さあさあさあ、ここから皆さんね、建物ガンガン建ててようということになりますね。お、いいねいいね、これ建ててんじゃん。これがあると石がね、定期的にゲットできます。ただね、周辺にもね、実は石がね、取り切れてない石がたくさんありますね。はい、作ることができました。労働者スロットまだいいかな。それよりもね、効率を上げていきましょう。あと石でね、効率を上げられることを忘れないでおかないといけないね。さあ、そしてここら辺にはね、資材置き場がないと結局取ったものっていうのは効率よくね、運ばれないんで大切ですね。そうか、そういう意味だとお金にね、物を言わして、次はね、石をね、買っておくということをしといた方がいいかもしれないね。やっておきましょう。石も高いんだよな、こう見ると。よいしょと、こんな感じで170個ぐらい買っておきましょうか。あとはね、皮を売りましょう。マックスまで売っていきます。そして羊毛もね、売っておこうかな。よいしょと、こんな感じで売っておきましょう。はい、スピードアップですね。食料ですけど300か。うん、いつもねカツカツということで、人口がね必然的に増えれば食料もねかなりきつくなるぞということだな。よいしょと、はい、石炭命ですので、石炭をガンガン取っておきましょう。これブドウみたいだけどね、キャベツですね。みんなキャベツを食べてるのかな。あとは技術釣りを、これで一応ビールね、醸造所を作ればコンプリートですね。次は中世に行かないと何もね、研究ができなくなるぞということか。家具やカードも一応ゲットしておきましょうか。あとは売れるものをね、売っておこうかな。羊毛とかでしょ？あれ？どこ行っちゃったんだろう？羊毛。ここにね、ありますね。羊毛を売っておこうか。そして石炭ですけども、250ですね。ちょっと心配なので、ここでね、最後という感じで買っておきましょうか。こんな感じで、おいしょっと。はい、買っておきました。これで秋の終わりですね。多分ね、投資者ゼロなんじゃないのかな。そう願いたいですけど。陶器、陶芸ですね。全然作られておりません。これちょっとスピードアップかな。よいしょと、こんな感じで。そして、わー、なんか、お肉と皮が散らばってる状態。ね。食料はね、街の外に散乱しているんですけど、どうなんでしょうか。あとは、石取ったので、いろいろね、やっていきましょうか。アップグレードですね。はい。あと、ここら辺もアップグレードもうしたのかな？ここもアップグレードですね。よいしょと。一気に5個、家をね、アップグレードしました。これで全てかな？ね。どうなんでしょうかね。大丈夫そうかな？はいはいはい。さあ、冬ですね。雪になってきましたよ。あ、そうだ。あと、これもアップグレードしたかったんだ。石、もう少し欲しいな。ちゃんと取ってほしいんだけど、ここら辺のね、石も取ってくださいという指示を出しておきましょうか。ね。こんな感じで出しておきましょう。さあ、そろそろ交易がね、できそうですね。冬の半ばですか。うん。難なく超えられそうですね。お金をね、とにかく現金をゲットしておきましょう。こんな感じでいいかな。よいしょと、130ゴールドゲットしました。さあ、周辺くまなくね、チェックしておかないといけません。
石が溜まりつつって感じなんだけど、ここら辺もね、早めに立ててほしいですよね。そうだな、石、スピードアップしてくださいということでやっておこうか。そして、とうとう、やった！鉄が取れるぞ。これはありがたいね。鉄ですけども、かなり重要だと思うんで、労働者スロット解放ですね。生産もね、効率上げていきましょう。あと、石か。やっぱりそうか。石、ね、輸入しよっと。ね、輸入に頼るお金があるから。さあ、行きましょうか。ここで石を買い込みたいということで、マックスいける？マックスはさすがにいけないか。こんぐらいか。じゃあ残りね、川でも売っておきましょうか。こんな感じですね。よいしょと。はい。やっておきましたと。そして、陶芸もね、できるようになりました。効率よくしておこうか。ね。労働者スロットはまだいいかな。あ、これやんなくてもよかったな。陶芸がね、二つあれば効率だ。陶芸がね、陶芸施設がね、二つあると効率化なんですけど、まあいいかな。後々ね、多分もう一つ必要になると思うんで、ね。さあ、これで高級品ティアワンもね、取れ始め、今年の冬はね、誰も投資者出ずということで、完璧ではないでしょうか。今人口は何人かな ?76 人。かなり増えたね。やってった。あと、これどうな感じ？あ、これもアップグレードすると、さらにね、人口をね、呼ぶことができるみたいだ。ガンガンやっていきましょう。お金あるといいね。よしよしよし。あとは、我々の急激な人口が、食料を逼迫させる。そして、住宅を逼迫させるか。ね、この二つ、重要そうですね。アップグレードツリーを見ていきましょうか。うん。まだまだやれてないのはたくさんありそうだ。小麦をね、ここでやっておきましょうか。ビール醸造所ですね。うん。よし、交易で売ってから、いろいろね、買い込みましょうか。よいしょと。はい。あとは、羊毛ですね。よいしょと。外に散らばってるからね。まだまだ売れるものってね、いっぱいありそうですよね。そしたらば、住宅か。ね、住宅を手配しておきましょうか。やっぱりちょっとね、こっち方面にね、住宅はあった方がいいなと思いますね。特にこういったところかな。ね、ここにコツンと。2棟ぐらい置いておきましょうか。ここら辺にも欲しいかな。ね、コツンとこんな感じ。そして結構遠いんですけど、実は大事。ここですよね。ここにもやる感じでいきましょうか。これで人口が増えても多少対応できるんではないでしょうか。はい。石ゲットしているのかな？よいしょよいしょ、効率アップどんどんできますね。そしたらば、唯一心配なのが食料ですよということか。食料は難しいな。3人加わりました。生産力か、どうするか。生産の書にしておこうかな。ね。生産の書で何をするかというと、もう石炭を買いたくない。あ、これも入れてるんだよな。これいいか。じゃあ、石かな？いや、石より鉄かもしれないね。鉄に入れておきましょうか。こんな感じで入れておこう。さあ、そろそろティア1のね、やった！そしたら、住宅レベル2だ！できたできた！これが欲しかった。住宅レベル2っていうのはね、陶器が作られて運ばれた時点でね、ゲットできますね。おっと、ホームレスがいるぞ。3人いるのか。やっぱりちょっと急激な拡大すぎたかもしれないね。ここら辺をハイスピードでお願いします。よいしょと。はい。お願い。ここもね、お願いしようか。ね。お願いします。早めにやってください。こんな感じでやんないと、ホームレスがね、すぐね、去ってしまいます。はい、去っちゃった。二人去っちゃいました。まあ、ちょっとこれ多少ね、しょうがないところはありますよね。急激すぎるか。ちょっと人口のこの急激な上昇は抑えた方がいいのか、次回検討ですかね。食料ですけども、どういう解決方法があるのかね、皆さんコメントでね、寄せてください。ということで、今回はここまでにしたいと思います。続きがね、見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。Heading for the East Coast tonight. So pack your bags and hold on tight. Cause we're taking off. Pack, pack, here. Pack, in. Pack, pack, here. In. Pack, here. Pack, pack, here. In. 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 Back, coast. Hold back. In. Run away with me. We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty.